犬が人間社会の中で暮らしていくためには、飼い主さんがさまざまなルールやマナーを飼い犬に教え、一緒に実践していく必要があります。人間の言葉を理解できない動物には、一般的に褒めて教えることが有効とされています。犬が正しい行動をしたら、飼い主さんは犬をその場ですぐに褒めてあげましょう。何度も繰り返し褒められると、犬は何が正しい行動であるかを理解し、進んでその行動を取るようになると言われています。飼い犬に教えたい基本的なしつけとして、待ってやお座り、おいでなどがありますが、この動画では飼い主さんのハウスの指示によって、犬が進んでケージに入るようにするための練習方法をご覧いただきます。ハウスができるようになると、普段犬を置いて外出するときや、犬の嫌いなお客様が来られたときなどに役立ちますし、またケージで生活することの多い避難所でも犬へのストレスが軽減されるでしょう。犬は通常巣穴のような狭い場所を好みます。ケージの中は落ち着いて過ごすことのできる空間となります。ケージには折りたためるタイプや持ち運びのしやすいタイプなどがあります。犬が座ったり寝そべることができ、ケージの中で方向転換できる程度の広さのものが良いでしょう。中にはタオルなどを敷き、安心して過ごせるスペースにしましょう。外から中が見えるタイプのケージを使う場合には、入り口側以外をタオルなどで覆うと、より落ち着ける環境になります。それでは実際に飼い犬にハウスを教える時の練習の様子をご覧いただきます。教える時のポイントは、ケージの中が犬にとって居心地のいい安心できる場所と思わせるようにすることです。フードやおやつなどのご褒美でケージの中へ犬を誘導します。はじめはご褒美を使って中に入ると良いことがあることを覚えさせましょう。ハウスと声をかけ、犬が完全に中に入ったら褒めてご褒美を与えます。最初は扉を開けたまま繰り返し練習しましょう。なかなか入らなくても無理やり押し込まないようにしましょう。ご褒美に夢中になっている間に、少しの間だけ扉を閉め、扉越しにご褒美をあげて褒めましょう。中に入ることに慣れたら、徐々に扉を閉める時間を伸ばしていきます。ご褒美を使わずにハウスの指示だけで入るよう、徐々にご褒美をあげる回数を減らしていきましょう。その時も毎回褒め言葉はかけてあげてください。最終的にハウスの指示がなくても、ケージの中で安心して過ごしていられることを目標としましょう。飼い犬をハウスに入れるときには、次のことに注意しましょう。外出するときや、外出から帰ってきたときは、大げさな態度を取らず、さりげなく振る舞いましょう。罰としてケージの中に
犬を閉じ込めるのはやめましょう。大震災などの災害はいつ、どこで、どのような規模で起こるか分かりません。災害が起きたとき、ご自身やご家族の安全の確保が何より優先されます。さらに犬などのペットを飼育している場合には、そのペットを守る役割をまず飼い主さんが果たさなくてはなりません。飼い主さんはペットの災害対策についても、災害が起きる前にご家族とよく話し合っておき、必要な準備をしておきましょう。